はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病と病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、現在のね、体重は 62.6kg、血圧は120代の90代でございます。2019年の、ね、9月にね、通っている病院からですね、家でも血圧を測りなさいとね、言われてですね、レコーディングダイエットっていうのをね、体重計と、血圧計と毎日の食事のこの3つのね、写真を撮って記録していく、スマホにね、記録していくっていう方法を始めました。そしてね、2019年12月上旬、体重はね、69kg、血圧は上が140代で110代でした。で、まあ、12月の、ね、上旬から数えるとですね、体重はこう実に7キロ、マイナス7キロ、血圧も上がマイナス20、下がマイナス20のね、減量に、ね、今ね、現在成功中でございます。そしてね、退院してからのピークの時はね、体重がね、72キロまで上がって、ですね、血圧がですね、150代と110代まで、上がってしまってですね、まあ、その頃から比べると体重は実にね、マイナス10キロ、血圧は上がマイナス30で、下がマイナス20か、ね、これぐらいね、下がってるんです。でもこれってね、すごくないですか。結構ね、自分で自分をね、褒めてやりたいですけどね、そのタイミングよくね、あの口内炎がですよ、発動してしまってて、まあ、ただただ食べられなくなって下がっているだけなんで、まあ、なんとも言えないですけど、まあ、結果オーライって感じです ね、まあ、ね、見た目もね、だいぶちょっと変わったんですよ。まあ、あのお顔以外なんですけどね、まあ、皆さんから見えるところは顔しかないんで、まあ、顔はね、そんなにね、変わってないと思うんですよ、ね、ちょっと前はね、マスクしてたからね、変化なんかわからへんんですよね。でもね、この骨髄移植をする直前とした直後かの写真とかの、その動画の顔とか比べたら、マスクしててもなんかこうちっちゃいなっていう感じはするんですよね、顔がね。まあ、でもその頃から比べた体重はだいぶ増えてきてるんで、それはね、全体的にふっくらはしてるんですけども、まあそのね、顔以外は変わってきてるんですよ、とりあえずね。まあお顔はね、ほんまになかなか痩せることはね、わからないんですけども、まあそのこれは昔からなんですけども、あの痩せていく時って順番があるんですよ、僕の体は。まあ皆さんそうやと思いますけども、順番があって、この腕や足からこう徐々に外からこうお腹にかけて細くなって痩せていって、で最後に顔を痩せるんです。まあね、病気するまでは、まあ、ここまで痩せたことはないんで、マイナス10キロなんか痩せたこともないんで、こうね、もしもう病気する前にね、マイナス10キロも痩せたら、きっとね、あの顔ももっとスリムになってたよなっていう記憶がね、どっかに、ね、あると思うんですよ。で、まあ先ほど言いましたけど、入院中はね、抗がん剤と移植、骨髄移植とね、その粘膜障害で、その下痢嘔吐ですね、それで悩まされて、あ、粘膜障害って言ったらその内臓のね、胃とか腸のね、粘膜障害で、下痢と嘔吐がすごくて、マイナス20キロ痩せました。その時はね、さすがに顔もね、小さくなってましたね、先ほども言いましたけどね。あの時はもうそうですよ、脂肪ももちろんのことながら筋肉も落ちてたし、でほんまにその骨と皮だけになっていた気がします。その骨髄移植を終えて、やっとこさですよ、家族以外の面会 OK になった時の途端にね、来てくれたそのお友達も、その美容室のお客さんもですね、あの頃の僕の姿を見てたらね、すごいびっくりしました。ごめん、やっぱりね、あのすごかった、ほんまに壮絶やったんですよ。何がって副作用がね、そのね、一口何かを食べたりしたら吐いてたし、こう水を一口飲んでも吐いてたので、ね、飲み薬、常剤の飲み薬とか粉薬とかも飲むことができない状態だったんですね。いや、あれはね、ほんまに辛かったですね。でもまあね、そんな状況やから、それは20キロ、マイナス20キロもね、痩せるんですよ。
まあね、今のダイエット方法を続けててもね、あの頃ほどは痩せれる気がしません、ほんまに。それにね、あの頃ほど今ね、痩せる理由もね、ありませんからね。でもね、もし病院からですよ、あの頃くらい痩せろって言われたら、また違う方法をね、考えないといけませんけど、今はこれ以上の、あの我慢は耐えれないので、考えたくもないですね。もうほんまにね、今はその我慢との戦いなんでね、とりあえずね。まあね、もし、ね、痩せた方がその経済検査の結果がねもっと良くなるんであれば考えてもいいですけども、あのね、皆さん知ってました？あのね、実は痩せてる人でも血液検査の結果が悪く出る人もねいてるんですよ。これね、痩せてる人も糖尿病でしょ、動脈硬化や高脂血症ね、そのね予備群がね非常に多いんですよ。でそういった人に限って、まあ、ある共通のことがね、あるんですよね。それはね、食生活だそうです。痩せてる人に限らずですけど、まあ、そこまで自分はこう太ってないと思っている人に限ってですね、俺は、このぐらい食べてても全然太らへんし、まあ、どこも痛くないし、健康体やから全然いけるってね、こう、思ってる人がね、10年後、20年後にね、辛い思いをね、してるらしいんです。今ね、辛い思いをしてる人はですね、10年前、20年前を遡ってね、その時にね、もう全然いけるわ、楽勝やわ、ってこう、いう生活をされてたんだと思います。まあ、でもそれかね、そんなこと、もう他にも何も考えてなかったんでしょうね。でもね、その分、こう食に対するストレスを感じてなかったと思うんで、それはその時すごい元気でおられたなと思います。で、その時の気持ちが今でも続いてて、今でもね、辛い思いしてるけど、まあ、気持ちは元気でおれるんやと思います。ねえ、もうまだまだ全てにおいて、その頃はね、若い状態ですし、バリバリ仕事もね、遊びもやってた時にですよ。ねえ、もう仕事でのストレスも感じて、職場とプライベートでのね、人間関係ってストレスを感じてる上にですよ、人間だけじゃなくて、この生き物の全ての最大の喜びである食べることの楽しみ、すなわち食欲ですよ、それまで我慢させられたら、そのストレスでね、別の何かの病気になるかもしれないので、それはね、ちょっとね、避けたいですよね。でもまあ、今になって辛い思いをしてる人は、まだ良かったと思いますよ。そのね、10年前、20年前よりも、医療はね、発達してますので、この今ね、今のこの時代っていうのは、その改善策もね、山ほどありますからね。薬の種類も増えてるやろうし、低カロリーの料理もね、増えてますしね。まあ、ほんまかどうかわかりませんけど、脂肪燃焼のお茶とかもあるじゃないですか。あとはダイエットサプリメントっていうんですか。あれもね、ほんまやったらね、すごいですよね。食後に何錠かこの飲むだけでみるみる痩せていくんでしょみたいなね。そう。まあね、僕はそういったサプリメントとかは、そのね、痩せるため その体を作るプロテインとかあるじゃないですか。シャカ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 振ってね、するやつね、体を作っていくやつね。まあ、それはね、こう筋トレを続けるのは飽きませんねんけどね、そのプロテイン飲んでるうちはね、でないとそのすぐブヨブヨになってしまうらしいんで、体だけ大きくなってね。まあでもそういった類のものはね、僕病院から止められてるんで使ってませんけど、でもね、そんな僕がね、やってるめっちゃ簡単なね、方法がね、実はね、2つあるんですよ。2つ。それはね、ちょっと次の動画でお話します。じらすなーって感じなんですけども、ちょっとね、今日はちょっとこれぐらいにして、ちょっと時間がないんでね、すみません。次の動画を楽しみにしておいてください。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。